どうも、かがず熊本移住チャンネルでございます。熊本の観光やグルメについて主に投稿しております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。本日お伝えする内容はこちら、こちら、くまモンプリントクッキー総選挙。イエーイ食べ物だけのテンション上がった僕たちも今までお土産動画を散々上げてきて、くまモンのね、うん、プリントクッキーをたくさん見てきたんですよ。でその中でもどのくまモンのねプリントクッキーが一番イケてるのか、どんなねプリントクッキーの商品があるのかっていうのね、今日全部まとめてどんとね紹介して、どのプリントクッキーが一番イケてるよってここでね決めていきたいと思います。皆さんもあのコメントでね、僕一個一個ガーってこうね、エントリーナンバー1番2番やるんで総選挙していきましょう。はい、で1番決めましょう。よろしくお願いします。お願いします。僕たちの中での1番と視聴者側の1番ですね、はい、決めていこうかなと思いますんでね。もう回答があるプロモーションではありませんって、勝手にこう PR しますよ熊本とね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではまず今からねエントリーする商品をドドドドって並べていきたいと思います。はい、クッキー、これ後ででもね商品買っていったんですけどね、一回ね僕店員に騙されました本当に、はい、騙されました。確かに、あのこれくまモンのプリントクッキーですよねって聞いたんですよね、うんうん、聞いて買ったんですよ。はい、でね似てるんですよ。熊本駅だったよね。駅です、うん、めちゃめちゃ似てるじゃないですかこれ、うん、先にこの買ったんですよこれ、熊本プリントクッキーでね、これあプリントされてるなんてわかるじゃないですか、うん、でその駅に行った時にまたこの新しい違うパターン見つけたんですよこれ、うん、これもう乗ってるって思うじゃないですか、こんなにくまモン乗ってね、チョコチップクッキーって書いてんで、まあ気づけよって話なんですけど。まあでも店員さん聞いたしね。そう、店員に聞いたんですよ、これレジで。これプリント。ついてますかってね。ついてますかって、学生っぽいね。うん、もう適当に答えないだろうなと思うんですけど、開けたらね、ま、マジでもうただのチョコチップクッキー。びっくりだったね。ほら。ただのチョコチップクッキー。熊本県内だけで、あの、販売されています。製造は香川みたいです。まずこいつ、エントリーナンバー1。ちょっと遅くなりました。エントリーナンバー2、こいつは以前ね紹介しましたね、はい、エントリーナンバー3番、エントリーナンバー4番、エントリーナンバー5番、エントリーナンバー6番。あ今このね6点紹介したんですけど、このバームクーヘンとこちらの商品以外のこの4つは熊本県内だけで販売されてますんで、熊本だけでしか買えません。豆情報です。ウェイ、エントリーナンバー1番から開けていきましょうか。はい、1番の方から開けます。1番、ウェイ、うわかわいい。おこんな感じですね。1番求愛くまモン、2番ダイエットくまモン、絶対お散歩くまモンやろ3番大爆笑くまモン、4番温泉くまモン、熊本の観光名所が載ってますね。通潤郷で阿蘇の噴火やな、うん、で下どっかの橋、これあれかな、天草とか、ああ天草の橋かと熊本城ですね。これがエントリーナンバー1番のクッキーの紹介です。はい、今この4名がラインナップされてます。続いてショコラクッキー、ショコラクッキーいきましょう。これも前食べたね、うん、よいしょー、はい、2番の1番加藤清正くまモン、2番謝罪くまモンひそひそ話くまモン、うぜー、okay、こちら3名がランクインしました。18枚入ってるのでちょっと期待大ですね。おい、やばい、ワンチャン一周若干中身違う、調べていこう。こっちは熊もオンリーやな、うん、まさかの多分業者が一緒なんかな、うん、3番の1番ペコちゃんくまモン、3番の2番寝そべりくまモン、3番アントニオくまモン、違う、ごきげんようくまモン、ごきげんようくまモンいよってだーってしてるから、違う、いよってやって、あ4番クスクスくまモン、5番マガオくまモン、あ、マガオじゃなかった、ウインクくまモン、6番ヤッホーくまモン、7番グッジョブくまモン、7名が今並びました。熊本にようこそ、ランクとしていきましょう。ここまたちょっと違う、並べ直すとまさかの3種類でくまモンは1匹しかいない。
こいつはもう輝かしいくまモン、すなわちサンシャインくまモン。他は熊本城と牛さんだけでした。なんか草千里っぽくない？あ、後ろがな、うん、本に載ってる3枚がプリントされていましたね。熊本城とサンシャインくまモンと阿蘇と牛さん、うん、これは結構期待大なクッキーですね。多分ご当地くまモンがいっぱいいるんじゃないかなっていうね、ご当地くまモンがね。じゃじゃーん、じゃじゃーん、わからない。うわエントリーが、エントリーできない、全部開けない。開けてみる、うん、あれ、妙見さんや。すごっ。全部開けました。一応ね、黒川温泉、遊園地、グリーンランド、熊本城、通潤橋、で、八代の妙見祭で、ここにね、川下り。まあ、船もあるやん。けど、え、でも熊本が乗っとるけんね。ああ。玉川？玉川じゃないな、これ何？熊川か。うん、熊川下りがない。けど5種類エントリーします。見ていきましょう。エントリーナンバー1番妙見祭くまモン、エントリーナンバー2番熊本城くまモン、熊本が誇る遊園地グリーンランドくまモン、最近国の指定遺産かなんかに選ばれた通潤橋くまモン、黒川温泉くまモン。プリントクッキーじゃないんですけど、これも描かれてるんで開けていきます。これ3つ買うとね、この箱が手に入ります。かわいいね。3種類あってんな。うん、開けていきます。はい、型抜きバームってこんなやつも一応プリントされてるやつで、一応エントリーします。冒頭くまモン、結婚おめでとうくまモン、フラワークマモンですよ。僕はパンダでないよくまモン。はい、今ね、全員出揃いました。ここからね、1番を決めていきたいんですけど、今ちょっとね、各商品で何種類かあるんで、まずその中で1番を決めたいと思います。第1エントリーどれがいい？一斉のでいこうか。いいよ、一斉ので。僕は大爆笑くまモンを選びました。シオンは I love you くまモンになりました。かわいい。皆さんどっちの方がかわいいと思いますか？大爆笑しよう。大爆笑くまモンでいきます。選ばれました。続いて、これは圧倒的やろ。これは圧倒的みたいです。せーの、これ。加藤清正くまモンが指名されました。悩みどころやな。決まった。決まった。うん。せーの。僕はペコちゃんくまモン。うわ、これ。おーいって言ってると思う。じゃあ、おーいにしようか。なんかこれ、かわいい。阿蘇さんから、おーいって言ってる。確かに。感じです。次これ。続いて肌感冒クッキーいきます。はい、熊本だけ見たら何とも言われへんな。じゃあ柄含めて、うんうん、せーの、これ。おい、やばい。僕たちが選んだのはホットコトス恋水熊本じゃあ熊本だけでもいこうか。うん、せーので、これ。あー、一緒やん、一緒やんこれやろ、やっぱ やっぱりなんか動きがあるからいい。これが選ばれる。だって熊本ってさ、なんかドーンってしてるやん、いつも、うんうんうん、これなんか動いてるやん、うん、これかわいい。選ばれました。これはもう不戦勝。あ、ごめんごめん、不戦勝です。不戦勝だった、はい、エントリーこいつしかいなかった。一応選ぶか。うん、せーの、これ、はい、もうこれ、これしかないやろ、だってもうノーマルやもん。これちょっとネタ分けたけど、この人さ、なんなの、なんかあれやん、ぬいぐるみ、これ持ってる、もしかしてこのお店と。あ、で、このなんとか花のやつな、銀座なんていう。あ、そうちゃん、これとコラボしてるね。これ何なのと思ったけど、もう削除法でこれよ、うん、フラワークマモン。はい、これでフラワークマモンにしました。この6つが選ばれました。笑い焦げくまモン、加藤清正くまモン、あそぼーいくまモン、不戦勝くまモン、おっとこどっこいすいくまモン、ちょっと黒船くまモン。こっからね、決めていきます。しよう、似たくれもやってる。あ、一番こっからないなってやつ選んでいこうか。オッケー、一個一個減らしていこうか。オッケー、指差しでいこうか。オッケー、せーの、これ。
これ確かに、こいつランクインしたらダメだ。あ、ランクインしたらダメだ。じゃあもうバームクーヘンバイバイ。おいおい、彼はもうどいていただきました。こっからね、うんうん、いきましょう、はい、せーの、これマジこっちかこっちかなって思った。はいはいはい、サンシャインくまモンとアソボーイくまモンが今選ばれたんで、まあじゃあもうこの2個どけましょうか、うん、今第3位まで来ました。大爆笑くまモン、加藤清正くまモン、とことっこいすいつずんきょうくまモン、一決まった。第3位、せーの、これはい、大爆笑くまモンが3位に選ばれました。さて、加藤清正像くまモン、男どっこいすいつずんきょうくまモン、どっちが勝つのか。決まし、決まりましたか。はい、決めました。2位ね、2位決まった。いや、もうそれ1番や。あ、1番や。そら1番や。分かった分かった分かった。決まってますか。はい、決まってます。でもこうやってたら、でもこいつやなみたいな。そうやな、うん、皆さんも決まってるんじゃないですか。いきましょう。これ何、2択なの。いきましょうか、せーの、こっち。イエーイ、一緒でした。やっぱ加藤清正さ、1位戦とね、プリントクッキーの中で1番に輝きました。イエーイ、ありがとうございます。こちらのクマクラブでクッキーね、入ってますんでね、よかったらこちらの商品買ってください。もともとね、ここ割って食べてくださいとかね、くまモンのね、生年月日とかも載ってる箱にもなってますんでね、よかったらね、食べてください。皆さんもね、参考になったんじゃないかなと思います。皆さんよかったら、みんなコメント、これ一番良かったとか、可愛かったとか、コメントもください。こんな感じで、熊本のね、移住生活とか、こういうね、名産品、お土産とかもね、投稿しておりますので、よかったら皆さん、いいねと、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。蓋塗ってた、勝手に。塩キャラメル味だって。そうらしいよ。天草の塩を使用してるんだって。うん。